さ、なんすか？そろそろうちらも先のこと考えなきゃダメじゃね？先のことってなんだよ。将来のこととか。結婚とかすか？ストレートに来るね。まあそれも含めてな。純子さんも飛鳥さんも彼氏できて全然集会来ないっすもんね。もしかして押上さん彼氏できたんすか？押上いねえよ。ていうか彼氏いるやついんのかよ。寂しいっす。なんすか、いい年した独身女性が集まって彼氏いるやついないってヤバくないっすか？やっぱあれっすかね、セックス&ザシティとか見なきゃダメっすかね。セックス&ザシティっていう言葉でドキドキっすね。おお無理だ、うちらに外国人の恋愛模様を取り入れるつはねえわ。とりあえず手短なところから考えるか。例えばスウォードの中だったら誰がいいとかある？ロッキーとか。パリタ。ないないない、パリピじゃん。クラブに入り浸ってんだろ。チャラいし絶対ないわ。あとあの口の中の菌のやつ何なんすかね。あ、毎日洗ってんのかって。洗わないと絶対臭くなりますよね。やだな。じゃあ村山とか。ないだろ、あいつまだ学生だぞ。いや二十歳超えてるし男気あるし。高校生には変わりねえ。親孝行に通ってんのに絶賛親不孝続行中。じゃあスモーキー。病弱は却下。てか無名がいける？無理。ヒューガはドライブするときボンネットっすよ。ここで叫べ無理。なあ三能のやつらは？ないないない、身内行くのはマジでない。想像してみ、コブラとデート。うわあいつマジで喋んないから一緒にいても超つまんない。わかる。ヤマトは食費ヤバそうだし。いやそれくらいは許してやれよ。